そんなことありえますでしょうか。ディグダの進化系に違いありません。ダグトリオのように三つ子になるのではなく、別の形態で海の環境に適応している。เจอแล้วครับเจอแล้วนี่มันคือโปเกมอนฟอร์มแตกต่างเจอแล้วครับ先生の資料が途中で途切れちゃってる。このポケモンなんだっけ。アンケートでつなげるしかない。いつもの通り15秒でアンケートです。パルディアの姿が優勢ですか。そもそも地面タイプのディグダがこんな水辺に住んでいるのでしょうか。 I have to agree. It does have certain anatomical similarities, and of course we all know it's possible that a regional form could have different coloration. But even so, เจอแล้วครับมันยืดตัวได้ด้วยครับเจอแล้วครับEsta claro, con una ecología tan diferente, tiene que tratarse de una especie nueva. Estamos ante un nuevo Pokémon. ¡Chelo, crap! Padilla de 老师们，各位有什么想法吗？确实，这个形状、动作，乍看之下跟地鼠很相似，不过可以说是不同宝可梦吧。啊，メモあった。何？このポケモンはパルデア地方の浜辺や海に生息している海リグだ。一見パルデア地方の姿のディグダかと思われたが、住んでいるところも食べるものも違う、まるで別の種類のポケモンだと分かった。研究成果によると、どちらも地面や砂の中に潜るために偶然似たような体になったのではないかと言われているだそうです。最後にすごいのを置いてきましたね、ジニア先生。ポケモンの生態ってまだまだ奥が深いですね。私ももっと勉強